黙祷。皆様、お直りください。どうぞご着席ください。ただいまより2013年度公益社団法人東京青年会議所3月例会東京から発信する被災地復興への道を開会いたします。本日の司会進行役を務めます公益社団法人東京青年会議所復興支援特別委員会の柴山智代と申します。皆様よろしくお願いいたします。まずはじめに主催者を代表いたしまして、公益社団法人東京青年会議所第64代理事長笹島淳也より皆様へご挨拶いたします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介を賜りました東京青年会議所の理事長を務めます笹島淳也と申します。スポットはちょっと眩しいですね。まずは、東京青年会議所が主催をいたします、この催しにですね、各も多数の皆様にご参加をいただきましたことを本会を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。本日先ほど報告がございました坂部代表をはじめとするおむすびアートプロジェクトの皆様、学生さんたち44名の皆さんとともにですね、今日の日中におむすびアートプロジェクト私たちも協力実施ということでさせていただきました。3万1100個ということでギネス記録の更新がなされるということで、これから申請をされるということなんですけども、更新に向けて、こちら楽しみにしております。私もですね、先ほど福島会津のですねコシヒカリの方をいただきましたけども、非常においしいおにぎりご飯でした。なんでこれがそんなにですね言われるのか本当にわからないと思います。噂というのは怖いもので、10人の人様が噂をしたことに関してそれを打ち消すには実に100人ともすればもっとですね、多くの人の真実が必要だというふうに言われております。この風評被害を撲滅するにはですね、これからも長い時間と大変なその労力かかると思いますけれども、正しい真実をですね、伝えていきたいなというふうに考えております。本日は、この会を主催するにあたりまして、主催者からですね、2点お伝えをしたいなというふうに思います。まず1点目です。3月11日この日をですね、被災をされた皆様と心を重ね合わせて、この震災をですね、風化をさせない、そして風評被害を撲滅させるということでございます。2点目、この震災からですね、いわば学ばなければいけない、震災を我がことと捉えるということをですね、考えていただきたいなというふうに思います。今日の内容の中で、東京に地震が起きたらということでお話は特にはないというふうに聞いておりますが、もしですね、東京直下の地震が10年後に起きるかもしれない、20年後に起きるかもしれない、その時の私たちの意識は大丈夫なんであろうか。さっきの報道でこの震災からですね、本来はもっと学んで意識が高くなければいけない、でもその東京の直下型に対する震災に対する意識が非常に低いという報道がなされておりました。このままではいけないと思います。ですから今日のですね、この会をきっかけに3月11日だけではなく3月12日も13日も来月も再来月もですね、ずっとですね、意識を持ち続けて、東北の復興、ひいてはこの国の再建に結びつけるですね、機会となれば幸いでございます。以上をもちまして、簡単ではございますが、主催者を代表しての挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
笹島理事長、ありがとうございます。これより2011年3月11日東日本大震災以降の公益社団法人東京青年会議所の復興支援に関する取り組みをご紹介いたします。ステージ正面のスクリーンをご覧ください。これより慰霊と鎮魂の意味を込めて花園直道様に舞踊を披露していただきます。
花園様は日本舞踊と様々なジャンルを融合させた日舞パフォーマーとして活躍されております。皆様盛大な拍手でお迎えください。
夢にかけるのさ。鼓動暴れているから情熱胸に抱いて舞うのさ。怪しげなからくりは人見殺して見破れ、真実だけをこの手につかむ。花吹雪涙が明かして、月明かり心照らす鮮やかに。ライアイアイ光放つ新しい自分に変わる。願いのままに揺らせた揺らせた街を、シャイアイアイ明日が見える、希望の火が灯る。キラリ輝きながらほらパッとパッと咲かせるさ。七変化思いがそうさ翼になる。大地強く蹴り上げ空へ今駆け上るさ。ライアイアイ光放つ新しい自分に変わる。願いのままに揺らせ揺らせ魂を、明日が見える、希望の火が灯る。キラリ輝きながらほらパッとパッと咲かせるさ。七変化11日、忘れることなく僕たちもこれから今何ができるか考えて精一杯頑張ってまいります。どうぞこれからも、明るい日本の未来に向かって、頑張りましょう。どうもありがとうございました。皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。これより東京都被災地支援福島県事務所長飯田和也様から被災地の現状や活動をご報告いただきます。
飯田様ご入場ください。皆様盛大な拍手をお願いいたします。皆さんこんばんは。東京都被災地支援福島県事務所長の飯田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日は東京都職員による被災地の状況と活動報告というテーマでいくつかお話をさせていただければと思います。座ってお話をさせていただければと思います。今日で東日本大震災から2年という歳月が経ちました。しかし被災地の状況を実際に見てみますと、津波や地震で散乱していた瓦礫は撤去されております。そして漁港施設は修復されてきてはいるものの、町の復興ということで見てみますとなかなか進んでいないというのが私の実感です。生活基盤の復興には今後の津波被害を避けるため高台への移転や壊滅的被害に遭った土地の区画整理など一人一人の地権者と交渉を進めていかなければならず相当な時間を要しているというのが実情です。私が赴任しております福島県ではこうした状況に原発事故が加わり復興の先行きがなかなか見通せないというのが今の実情です。原発事故により放射性物質の除去、いわゆる除染の問題、そして汚染廃棄物の処分場の確保の問題など原発に起因いたします数多くの問題が福島の復興を大きく阻んでおります。原発事故が収束しない今の状況や原発への人々の不安感など問題の解決はなかなか容易ではありません。福島ではこうした状況が避難者の仮住まいを長期化させ福島の農産物や観光資源に対する風評被害を招いております。では一体どうすればいいのでしょうか。福島には農産物や観光資源など福島ならではの魅力がたくさん詰まっています。例えば福島の桃は大変大きくて甘く山梨県に次いで2番目の生産量を誇っております。また会津のお米は先ほどお話もありましたが大きな寒暖の差によりまして甘みが増し粒が大きくご飯だけでも食べたくなるような美味しいお米です。観光資源も活火山の恵みを生かした温泉、八重の桜の舞台である鶴ヶ城、磐梯山の恵みを生かした多数のレジャー施設など豊富な観光資源が至るところにあります。震災前までは年間5700万人もの観光客が福島を訪れておりました。関東近県では温泉やスキー場の多い群馬県と同規模になっております。地元ではこうした福島の魅力を取り戻そうと懸命の取り組みが続けられております。農家では汚染物質が付着した果樹の木の皮を一本一本丁寧に剥ぎ取り、田んぼでは土の入れ替えや汚染物質を吸着する薬剤を散布して汚染の除去に努めております。また観光では地元の観光協会などが全国を回り福島の放射能の今の実情、身体の影響を丁寧に説明しております。こうした地元の努力にもかかわらず農産物の販売額は震災前の7割程度、観光客も7割程度にとどまっており、報道で言われているよりも厳しい状況だというのが地元の方々のお話です。こうした状況に置かれている福島ですが、今現在195万人もの人々が生活しています。
子どもたちは学校の運動場を走り回り、この夏、昨年の夏にはプールで泳ぎ始め、沿道のパレードにも参加しています。ベビーカーに乗った赤ちゃんや妊婦さん、すべての方々が福島の空気を吸い、福島の水を飲み、福島の食材を食べています。一日も早く福島での暮らしが笑顔でいっぱいになるよう、福島の大地の恵みが絶えてしまうことのないよう、東京都でもさまざまなサポートを続けております。震災直後には岩手、宮城、福島の被災3県にそれぞれ現地事務所を設置し、職員を常駐させ復旧復興に努めてまいりました。また多くの東京都職員を被災3県に派遣しております。また新たな取り組みとして、福島では発信力のある築地の場外市場で毎月29日を福島の日として、この3月29日から安全性とともに福島の魅力を発信してまいります。またこれからについてなんですが、特に人々の関心の高い農産物、私たちの生活に最も身近な農産物の消費回復に取り組んでいくことが、原発事故に起因いたします多くの課題の解決にもつながっていくように感じています。福島の農産物は今も福島県内で全ての農家、全ての品目にわたって放射性物質の検査が続けられております。お米に至っては福島年間生産量36万トンあります。この全てのお米を福島県内で一袋一袋全てを検査し、安全性を確認した上で福島県から出荷しております。こうした検査内容はほとんどの消費者に知られていないのではないでしょうか。放射能に関する知識が与えられていない中で、消費者は福島に対してどのようなイメージを持つことになるのでしょう。放射能に対する漠然とした不安、すなわち福島への不安ではないでしょうか。消費者の漠然とした不安が福島の農産物を敬遠させているように思います。こうした消費者心理を少しでも緩和していくためには、消費者が福島について正確な知識を持ってもらえるよう、専門家の科学的な評価を交え、分かりやすく直接語りかけていくことだと思います。また今の福島のイメージは、悲しいことですが、放射能ということではないでしょうか。こうした福島のイメージをプラスに変えていく取り組みも、また福島の農産物に対する消費者の不安の払拭につながっていくものと思います。福島のイメージを原発の影響からの再生ではなく、震災を乗り越え復興に取り組む福島へと切り替え、さらに福島の魅力をいかにアピールしていくかが次なる支援のステップだと思います。一人一人が被災地のために何か行動を起こすということは、なかなか難しいことだと思います。身近にできることは、被災3県の方々と共に生きているという意識を一人一人が持つことではないでしょうか。皆さんもスーパーや街などで被災地の文字を見かけたら、ぜひ被災地に思いを馳せていただければと思います。これからも被災から復興へと、少しでも明日への希望が持てるよう、復興に向けて皆さんと共に取り組んでまいりたいと思います。どうもありがとうございました。飯田様、ありがとうございました。飯田様、ありがとうございました。
これより基調講演を行います。お話しいただくのは株式会社ホットランド代表取締役佐世盛雄様です。築地銀だこを国内外におおよそ400店舗展開している株式会社ホットランドは10年前よりたこ焼きで全国に笑顔の輪を広げたいという思いで毎年約30カ所の施設を訪問する銀だこカーの活動を始めました。東日本大震災の直後、被災地で行った炊き出しが今日石巻に本社を移すことにつながるとはその時は想像すらいたしませんでした。銀だこカーの活動からホット横丁石巻ができるまでの経緯をスライドショーにまとめましたので、こちらをご覧ください。つながるとはその時は想像すらいたしませんでした。君が幸せじゃないなら僕も幸せじゃないんだよ。君とだからここに来れた。もう一度、もう一度、もう一度。それでは佐世様ご入場ください。皆様盛大な拍手をお迎えください。こんばんは、ただいまご紹介いただきました、築地銀だこの、佐世と申します。すべての始まりは
石巻に住む社員の家族が津波で流されたとの報告からのスタートでした。彼は今避難所にいて、なんとか連絡を取りたいということで1週間後ぐらいに連絡がつきました。伊藤君、何かできることあるかって聞いたらですね、避難所はとても寒くて、みんなビスケットしか食べてないと、あったかいものがとにかく食べたいってみんな言ってますとのことでした。そんなお安い御用だよ、すぐ銀だこかで行くよって、彼にそう告げました。その話をみんなにすると、まあ、全国から石巻に大勢の、銀だこのメンバーが集まりました。炊き出しボランティアは僕らはプロ中のプロだと思ってたんですが、石巻に入るや否や津波の無さに、全員言葉を失いですね、立ち往生してしまいました。炊き出しが始まると、まあ、想像できないぐらい、考えられないぐらい大勢の方々が、並んでいました。聞くと10時間以上待ってくださる方もいらっしゃるってのことでした。ところがそこまでの用意ができていなくてですね、僕はこのままだと本当パニックになると思って列の真ん中に立ってですね、心を鬼にして、後ろの方にこう話をしました。僕より、後ろの方は今日たこ焼きをお渡しすることができません、本当に申し訳ございません。泣きながら泣きながら僕は、頭を下げて謝りました。残念だ、せっかく楽しみにしてたのに残念だ、大勢の声が、響きました。ボランティアに来てこんなに辛い思い出は初めてでしたし、と同時に僕らは本当に怖くなりました。今僕らは本当に千年に一度の、真ん中にいるんだと思った瞬間、身震いがするぐらい、怖くて怖くて仕方なくなりました。俺何をしていいんだかわからない、でもこのまま帰れない、そのことだけを残して、伊藤君を避難所に置いて僕は東京に帰ってしまいました。その話を東京で、毎日のように僕はみんなを集めてしました。石巻に行って、たこ焼きを渡せず泣きながら泣きながら謝ったこと、伊藤君助けに行って結局避難所に置いてきぼりにしてしまったこと、何かしたいって、何がしたいって思ったんだけど何ができるのか何をしたらいいのか全く分かんなかったこと、泣きながらひたすら謝ったこと、毎日毎日みんなに話をしました。俺も同じだよ、多分ここにいる人みんな同じだと思うよ、みんな何かしてあげたいけど何をしていいか分からないんだよ、みんなから声がしました。そんな時、僕の耳で、こんな言葉が聞こえました。佐々君、店やろうよ店、石巻で。何もなくなっちゃった石巻、一日も早くみんなが笑顔になれる場所が必要だと思うよ。僕もそう思いました。僕には建物やビルや橋や何もできないけど、でもみんなを笑顔にするそんな場所はできるような気がしました。やろうって決めた瞬間から早かったです。みんなで100日でやろうって決めました。ところが、建築資材も、職人さんの手も何もなくなっちゃった石巻では建物すら建てることができませんでした。今までの常識をではダメだと思ってですね、群馬県でトレーラーハウスを改造してそれを一気に運び込むという方法を考えました。最初は一軒のお店をやろうと思ったんですが、100日間で100人をの雇用を作ろう、そのためには10店舗で1店舗10人つの、採用ができれば100人になる、こう思って、10台のトレーラーハウスを改造して店を作りました。オープンしました。本当に作ってよかったと思いました。お客さん同士が、そこで出会うんですね。元気だったって、よかったって抱き合って泣き合って喜ぶんですね。夜になると、
カラオケを、ずっと封印してきたカラオケを、しながら笑顔になって、ちょっとだけお酒を飲むようになっていく、それを見たとき、本当にこの街の人たちは本当にいっぱいいっぱいだったんだなって思うと、僕は作ってよかったって心をなで下ろしました。ところが、秋になり、台風が一気に冬を運ぶほど東北の冬は寒く、とてもとても厳しい冬でした。100人のメンバーたちもみんな悲しい思いをしたメンバーたちだったんですが、我々と一緒に初めての接客業をやって、一生懸命一生懸命、現場に出て包丁の使い方も慣れてきました。ところが台風が一気に冬を運んできて、屋根のない横丁にはお客さんが一人二人とだんだん減ってきて、夜になるともう本当に明けてもお客さんが来ないぐらい、寒い日が続きました。やっと料理の覚えて、サービス業の楽しみもできたのに本当に残念ね、この横丁もあと1ヶ月も持たないよね、私たちこれからどうしてしていいんだかまたわからないねって、みんなからそんな不安の声がたくさんたくさん聞こえるようになりました。雨の日、横丁に行くとお客さんがいなくて、それでもみんなが一生懸命一生懸命、頑張って仕事をしてました。この光景を見たとき、僕は心を覚悟しました。ここまで、携わったのも縁、ここまで来たんならもう最後までとことんやろうって、そう覚悟を決めました。みんなを集めてこう言いました。群馬県にある本社を石巻に移して、そして長期的に安定的にみんなで一緒にいて、そして、なんとか少しでも復興の役に立てるようなことを、そんな会社にしたいと思ってる、みんなどう思うって東京のメンバー集めてそう言いました。やりましょうと、ここまで来たんならとことんやりましょうって、みんなが、賛成してくれました。ちょうど、震災の年の12月に我々は本社を、群馬県から石巻に移して、そして、長期的に安定的に、できる施設としてホット横丁に屋根をつけて、そしてみんなで今、合流しながら頑張っています。石巻のメンバーにこう言いました。これからは東京社員も石巻の社員も、ないんだよと、みんな全員がホットランドの一つの会社の社員だよと、みんな前向いて元気に、一緒にこれからも頑張っていこうと、そんな、話をしました。今現在我々はですね、第二の、取り組みとして、この街で何ができるかというところの中で、僕らにできるのはたこ焼きです。たこ焼きと言ったらタコです。そう思ってですね、実は、去年の暮れに宮城大学と包括契約をいたしまして、マダコの陸上での養殖を、今まさに始まったばかりですがスタートしました。これは世界初めての、試みでございまして、これができれば、今陸にある、瓦礫は撤去されましたが、まだまだ海の中は、たくさんの瓦礫があると、聞いております。陸上を使ってタコの養殖をして、そしてそれが新たなる産業になれれば、我々として何かできることなのかなと、そう思ってですね、今一生懸命、取り組んでおります。何ができるか、本当に分かりませんが、我々は、心の中で、とにかく石巻に行きました。そして、みんなと出会って、そして、ほっとけない、
このままじゃほっとけないっていうそういう感情が、芽生えました。そしてこれから先、どうなるか分かりませんけども、僕らには深く関わった、本当に石巻の人たちと深く関わった責任が僕にはあると、そう思っております。そのこと心をですね、信じて、これからも、石巻で、頑張って、新たなる産業を、僕らの個性を持って作り出していきたいと、そう思っております。まとまりがない話になってしまいましたが、本当に、聞いていただきまして誠にありがとうございます。ご清聴ありがとうございました。佐世様ありがとうございました。ただいまよりパネルディスカッションを行います。パネリストの皆様は被災地復興のために各分野でご活躍されています。それではお名前をお呼びいたしますのでご入場ください。皆様は盛大な拍手でお迎えください。坂部美希様、清水満様、鈴木義治様、吉沢真由美様、佐世盛雄様、坂田敦史様、安井優様です。これより進行は復興支援特別委員会理事委員長勝又明弘が務めます。それではこちらよりパネルディスカッションの方、私の方が進行させていただきます。佐世様、先ほどは貴重なお話どうもありがとうございました。本当にとことんやろうという本社を移すその決断、本当に感動いたしました。ありがとうございます。講師のパネリストの皆様、今からさん付けでお呼びさせていただくことをご了承いただければと存じます。それでは早速ではございますが、今までの活動に関しまして自己紹介を含めましてお話をいただきたいと思います。それでは坂田様からよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。福島県会津若松市から参りました坂田敦史と申します。本日の東京青年会議所さんと同じように福島県の会津若松市にある青年会議所に所属しております。どうぞ、貴重な機会いただきましてありがとうございます。これまでの支援の報告を兼ねてということなんですが、日本青年会議所に帰属する福島ブロック協議会、その協議会の中には福島県内に19カ所の青年会議所があります。そこの青年会福島ブロック協議会として全国704カ所の青年会議所3万5000名の支援の窓口として支援活動の方を開始いたしました。まずは福島県の災害対策本部と物資輸送に関する協定を締結しまして、福島県社会福祉協議会と連携を組みまして、物資が行き届かないところの情報をいただきながら県内の19カ所ある青年会議所のネットワークを駆使しまして、物資支援の方を行ってまいりました。その物資に関しては冒頭の映像にありました通り、全国の青年会議所が震災当日から物資の方を、
集めていただきまして、その思いやりある物資が震災から4日後には福島の方にも10トン届きまして、引いては200トン以上も物資をいただくことになりました。その命をつなぐ救援が必要であった4月以降は、福島は原発災害に伴いまして出口が見えない、困難な状況、戦いが始まりました。そこで福島を元気にするプロジェクトというものを立ち上げまして、全国の、青年会議所のネットワークを活用させていただいて、福島の、農産物、安全な農産物を、県外に向かいまして物産展を開催していただきながら、そこで、福島のリアルな現在地というものを、声を発する機会を、どんどんいただいて、そういうものをやらせていただきました。または同時に、福島に実際に来ていただく機会をイベント等を、実施いたしまして、福島に多くの方々に来ていただいて被災地を見て、その内容を、実際にまた自分たちの地域に戻って発信していただく、そういうことを繰り返しやっておりました。または、昨年に関しましては、福島県における原発災害における PTSD の発生率が 63% を超えてきたということもありまして、全国の青年会議所が行っている青少年の育成事業に参加させていただいて、福島の子どもたちを全国に、行ってもらって、少しでも心の、安らぎを持てるような、取り組みなど、そういうものを今も、青年会議所活動を通して実施しているところでございます。坂田さんありがとうございます。何度も例会にもお越しいただきまして本当にありがとうございます。続きまして安井さん、よろしくお願いいたします。安井さんはパワーポイントを使われます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日このような機会をいただいて誠にありがとうございます。私はちょっと縁がありまして、今回医療に関係するものから今後東北に、携わる立場ということで、お話をするお時間をいただきました。自己紹介させていただきますと、医師になって、2年3年経った後にですね、私の場合は NPO 法人ジャパンハートというところに所属して、ミャンマーの方で1年半ほど医療および、災害、その当時大きなサイクロンがミャンマーに来たので、その災害支援活動を行っておりました。でそれ以降は日本で普通に働いてまいりましたが、今回の震災を受けてですね、やはり医師ですので、現場に駆けつけたいという思いが強く、先ほど申し上げたジャパンハートという、団体がですね、すぐに被災地に医療者を派遣しておりましたので、そのスキームにのっとって、震災後すぐに、現地に入ってですね、避難所で、活動しました。でただその時にですね、強く思ったことがありまして、当時震災後1週間ぐらい経ったところだったんですけども、東京ではですね、皆さん現地のことをすごく心配されていたんですが、それはもちろん僕ら20代30代の若者もそうだったんですが、東京ではですね、どういう雰囲気が漂ってたかっていうと、節電をしましょうと、募金をしましょう、それから、献血をしましょうと、でなるべく電気は暗くしてみんなおとなしくして東北を見守りましょうという雰囲気があったんですが、個人的にはですね、ちょっとそれに納得がいかなくて、千年に一度の未曾有の災害が、先ほど佐世社長もおっしゃってましたけど、起きているのに対して、隣にいる僕らがそれを生で体験しないということに対してですね、すごく抵抗があったんですね。で僕は医者だったので行くことに対して誰も止めなかったんですが、その他の人に関しては行ったら迷惑になるんじゃないかという雰囲気があるのがすごく嫌だったので、それだったら一般人が行けるスキームを作ろうということでですね、ボランティア団体を結成して、地元の方々と縁がありましたので、被災地で炊き出しをするというような活動を1年間させていただいて、東京から延べで500人ぐらいの、20代30代で、活動してまいりました。でそれから半年ぐらい経ったところでですね、急性期の医療チームというのがいっぱい入ってたんですが、その後急性期が過ぎるとですね、やっぱり医療チームがこう出ていく時期が半年ぐらいして訪れました。でその時に我々はやっぱり、医者で医者の仲間もいたので何かできないだろうかということで、宮城県にお話をしたところ、現地の病院ではもともと医師が少ないと、でそこに対して、余計負担がかかっているので支援はできないだろうかということでお話をいただきまして、で東京の方でですね、いろんな大学病院とかと協力して、具体的には登米市っていうところにある病院の週末の当直を東京からの医者が行って、その時だけお助けするというスキームを作りました。
でそれを週1回ですけども、今まで1年半続けて、まあ、延べで、70から80回の当直を賄ってまいりました。で登米市というのは南三陸と気仙沼と石巻っていう直接の被災地のバックアップ都市になったところです。でただそういう中でですね、登米市の現地のスタッフと東京の医者がこう、一緒に接しているとですね、やはり現地の方々からすごく強い閉塞感に関する感想がいろいろありまして、でやっぱりこう東京から新しい医師が来てくれて、彼らがですね感じるところがすごく多かったっていう感想がいっぱい出てきたんですね。でやはり急速な高齢化ですとか医師不足とか公立病院の赤字に伴う強い閉塞感というのが地域を抱える大きな問題としてあると思います。でそんな中で我々が、できることは何だろうと考えたときにですね、その地域の医療において足りないのはそのコミュニケーションではないかということを、思うに至りました。で具体的にこれから何をするかというと、4月にですねこの登米市というところに我々が在宅診療所というのを新しく開設させていただきます。で在宅診療所というのはそれぞれの患者さんの家に訪問してですね在宅医療を行うわけですが、それは病院に通えないけどお家では過ごせるという患者さんたちですね。でその方々に関わるのは必ずしも医療機関だけではなくて介護の人方も関わります。それから家族の方々も関わります。でこういう人たちの間で情報連携を行ってコミュニケーションを取るとですね、それぞれの方がお家で、より幸せに過ごすっていう環境ができると思ってまして、それに対する取り組みっていうのを今後登米市で、行わせていただきます。でさらに言うとその在宅診療所とそれから地域の病院、それからそれぞれの、開業されている先生方、こういう方々との連携というのも我々がですね登米市の中に入って取らせていただくことで地域の医療全体にもお役に立てるところがあるのではないかと思っております。以上です。安井さんありがとうございます。私も昨年登米に伺いましたが、登米というのは本当に先進的なことをいろいろ取り組まれている素晴らしい地域だと思いました。続きまして、坂部さんよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。世界最大のおむすびアートプロジェクト、代表の坂部です。よろしくお願いします。このプロジェクトをですね、この会が始まる前に、映像を流していただいてですね、運営局長の藤井が噛みながら喋って、皆さんも聞いていただいたんですけれども、簡単に言いますと、福島県のですね、農水産物の、風評被害をですね、これ何とか払拭できないかというのを目的として活動しています。実際に、風評被害ということを言ってるんですけれども、じゃあ実際の被害はないのかっていう話をすると、当然原発周辺はですね人が住めない、さらにちょっと離れても、作付け制限が行われているっていうように、土地が汚染されているっていうのは、それは間違いなくあるのと、一方ですね、福島県って結構広くって東西に長いんですよね。広いで西の方の、山を越えた、会津地方になると、実際今回、そのおむすびアートに使った、お米北方で採れたものなんですけれども、福島県今、全量検査っていって全ての採れたお米を検査して出荷できるかどうかっていうのを検査してるんですけれども、それとは別にさらに厳しい、今回は1キロあたり1ベクレルの、制限で、検査したものでも、未検出っていうものがを使わせていただいたんですね。でそういったものがたくさんあるということを知っていただいて、福島県だから、これはやばいと買わないよっていうふうなのをですね、なんとか、考えをちょっと変えていただけないかなということを目指してですね、活動をしています。はい、そんな感じです。はい、坂部さんありがとうございます。昼間のおむすびはですね本当に、なんとか、皆さんに食べていただいて持ち帰っていただきましてなんとかなって本当に、ギネスの記録が取れてよかったと思っております。続きまして東京都の、職員の方に被災地3県に派遣されている職員の皆様にお話をいただきます。まずはですね、岩手の清水さん、そして宮城の鈴木さん、福島の吉田さんの順でよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。東京都ではですね被災地の復旧復興支援省ということでですね、
まあ、岩手県、宮城県、福島県、3県にですね、まあ、それぞれ現地事務所を構えております。で本日は、3県から、3事務所から、3課長来ておりますので、まあ、現地のですね、まあ、状況をお話しできればいいなというふうに思ってございますので、一つよろしくお願いします。で私はあの岩手県の事務所におります清水と申します。当事務所の開設はですね、まあ、平成23年3月の30日にですね、2人体制で発足し、まあ、4月には4人体制に拡充し、まあ、現在はですね、あの所長以下、2名の3名体制で活動しております。で写真、あのパワーポイントの、上の写真を見ていただきたいと思うんですが、あの、まあ、レンガの建物があるのが、の後ろにあるのが、まあ、私どもがある事務所なんですが、まあ、このレンガの建物はですね、まあ、国の重要文化財で、まあ、岩手銀行旧本館ということで、明治44年に完成し、東京駅丸の内赤レンガ駅舎を設計した、まあ、金吾さんが設計した建物ということでですね、まあ、盛岡市の観光スポットの一つになっているというものでございます。次に業務内容なんですが、まあ、一つ目として、まあ、課題や情報の収集です。これはあの復旧復興事業の進捗状況を見ながらですね、まあ、課題や問題の把握に努めているというところでございます。で二つ目のがですね、まあ、支援ニーズの把握ということでございます。まあ、東京からのですね、支援のメニューの提供やですね、まあ、県庁各部署とのコミュニケーションを図りながらですね、まあ、ニーズ把握に努めているというものでございます。で3つ目がですね、まあ、派遣職員のバックアップでございます。まあ、これはの定期的にですね、まあ、生活面や業務状況をヒアリングしてですね、まあ、メンタルや生活面でのサポートを行っているというところでございます。で派遣職員なんですが、まあ、これが一番大きなメインの支援業務なんですが、まあ、現在県庁の方にはですね、まあ、事務職8名と技術職13名ということで、まあ、被災者の生活再建や河川工場の整備事業で松づくりや水道事業の指導を行っているというものでございます。でこの写真左側写真の下がですね、岩手県復興局の業務の室内の様子ということで、まあ、ここの部署にですね、6名ほど派遣しております。でまたですね、市町村には、昨年の9月からですね、あの民間や行政の OB の人との側近として採用してですね、土木職12名建築士2名ということで、工場の整備やですね、まあ、高台移転、土地価格整理事業などをですね、まあ、第一線で活躍していただいているというところでございます。次は復興状況ですが、これらの項目はですね、まあ、いずれも、まあ、被災者のですね、まあ、生活再建や建物再建の状況を示す2月末時点の数字でございます。一つ目が、防災集団移転促進事業です。でこれはですね、まあ、災害が発生した地域で引き続き災害が発生する恐れのある地域の住民を高台に集団してもらう事業でですね、まあ、計画地区数としては55地区ございますが、まあ、現在着工しているのが2地区というところにとどまっているというところでございます。二つ目が土地価格整理事業です。まあ、災害が発生した地域で土地のかさ上げや防潮堤の整備により安全性を高め、まあ、以前の地域に再建してもらう事業です。まあ、この点については、改革地区数が18に対して、事業認可、まあ、事業を始めるというところが3地区にとどまっているというところでございます。まあ、次が、まあ、被災者がですね、入居する災害公営住宅ですが、まあ、計画戸数5639戸に対してですね、まあ、今現在、完成して入居可能なのが44戸ということなんです。ということで、まだまだ、生活再建が必要だということになっています。宮城県事務所の鈴木と申します。活動内容はですね、被災3県全く同じでございますので割愛させていただきます。現在事務所の方はですね、やはり3名体制で、県内実際にですね、宮城県内49名の都の職員を派遣させていただいておりまして、被災自治体の支援とですね、我々はですね、その職員等のバックアップ等をさせていただいております。次お願いいたします。被災地の状況なんですけれども、左上がですね、南三陸町の戸倉地区というところでございまして、おおむね瓦礫の撤去は済んでいるような状況、他の地域もおおむね同様でございます。で右上の写真がですね、JR 常磐線の坂本駅ということでございまして、沿岸の JR の鉄道はですね、
やはり津波にで被害を受けておりまして、町づくりに合わせて内陸に移転するということで、復旧までに長時間かかることが予定されております。で、下の写真がですね、応急仮設住宅ですけれども、宮城県内などですね、いまだにですね、4万戸以上、10万人の方々がですね、あの仮設住宅の住まいをしておりまして、早期の再建が望まれているところでございます。いずれにしても宮城県の復興はまだまだ道半ばという状況でございます。こんばんは。私は東京都被災地支援福島県事務所の吉澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。先の2人からお話がありましたので、私の方からは重複しないように簡単に紹介をさせていただこうと思いますが、福島県事務所は平成23年3月25日に設置をされております。この日石原前都知事が福島県入りいたしまして、福島県の佐藤知事に、福島には大きな恩義がある、東京の経済や生活は福島の電力で成り立っている、できるだけのことをやると支援を申し出まして、その日からまあ事務所を設置され、今日に至っているということでございます。業務内容につきましても、両事務所と同じなんですけれども、ご案内のとおり、福島県は地震、津波、原子力災害、風評被害、40の被害に県の全域が苦しめられています。そのため事務所の活動も広範囲にわたっておりまして、この、パワーポイントの図面、の、右側になりますね、太平洋に面しました津波被害と原発事故による避難指示が出た浜通り地方、それから地震による災害と、原子力災害に見舞われた中通り地方、それから、風評被害で観光客が激減をした会津地方、これらに足を運び、なるべく現地の方々からお話を伺うということで、活動をしているところでございます。はい、当職員の皆様どうもありがとうございます。続いての質問に移らさせていただきます。実際にですね、今復興支援活動について何から始めればいいかわからないという問い合わせの方を私どもよく伺うことがあります。皆様は復興支援活動を始めたきっかけ、そして2年経過した中でもし続けている点についてお話を伺えればと存じます。それではまず安井さんからよろしくお願いいたします。はい、最初に始めたきっかけは先ほども申し上げた通りですね、現地を見た方がいいっていう思いでした。それからその後、ボランティアは1年ぐらいで炊き出しっていう部分で終わったんですが、なんで今続けられているかっていうことに関しては、やはりですね、そのボランティア精神だけでずっとやっていくっていうのは非常に難しいことだと思っておりまして、我々の場合はその医療っていう自分たちのフィールドがあって、その中で、宮城県との関わりの中で、活動を続けさせてもらって、でその中から今現地で在宅医療っていうニーズがあり、でそこに新たなチャンスがあり、で我々がそこに、出ていくことでですね、地域の包括ケアっていう新しいモデルを作れるんじゃないかとというふうに思っております。ありがとうございます。続いて、坂田さんよろしいでしょうか。はい、今日、震災から2年目を迎えたわけなんですけども、浪江町に在住するメンバーとさっき電話で喋ってたんですけども、今日どこ行ってたのって聞いたらば、警戒区域の中に指定されておる浪江町の沿岸部請戸漁港というところがありまして、そこに慰霊碑の方があるんですけども、そこに浪江町の、町の花がコスモスなんですけど、その花を献花して、その後に自分たちの今は帰れないんですけど事務局があったところに行ってコスモスの花を植えてきたそうです。今福島県は先ほど吉澤さんの方からも話があった通り、警戒区域、原発による警戒区域ということで、まだまだ福島県のその警戒区域に指定されているところのから8万5000名、そして中通りと呼ばれる福島県の真ん中または会津の方から自主避難ということで7万名、合計15万名以上の方が避難しているところであります。その中で、おにぎりアートもそうなんですけども、今一つ一つその風評被害の克服であったりとか、そういうものを一つ一つ積み上げながらやっているところではあるんですが、実際その被害が今も続いているその浜通りの方から行くと、その被災を受けながらも何を支援を申し出ていいかわからないと、そういうのが現状なんです。実は
その中で一つキーワードとして出てきたのは、やはり今見れるところから今の福島をぜひ見に来ていただきたいということは常々言っておりました。その中でまだ警戒区域もこれから4月1日からまた再編されまして、行ける部分もあります。または中通り会津の方に行けば泊まれるところもあります。そういった中でぜひこの被災地である福島に来ていただきながら、これからも相互のコミュニケーションを取れるつながりをこれからも構築していきたいというのが強い願いであります。坂田さん、ありがとうございます。私も昨月、先月1月ですね、警戒区域の方を入れさせていただいて、本当にいろいろ感じるところはあるんですけども、本当に今正確な情報を発信することは本当に大切だということを強く感じた次第です。続きまして坂部さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。私がこのプロジェクト、おむすびアートプロジェクトを始めたきっかけはですね、もともと震災直後は、大学院に入ったばかりでですね、忙しくて被災地に行ってボランティアをするとかいうのができなかったんですね。で、夏ぐらいに、ちょっと時間ができて、何ができるかなという時に、ちょっとニュースで、福島県の農水産物の、風評被害が、ひどいんだというようなことをやってまして、これで自分にできることが何かないかなということでこの企画を立ち上げました。で、今までこうやって、続けてこれたのは福島の皆さんの支援とかですね、僕らのその企画に賛同していただける、皆さんに支えられてきたというものももちろん、ありますし、実際ですね、反響が結構あるんですよね。これまでも新聞とかですね、テレビで取り上げていただいて、頑張ってねっていうのもあるんですけれども、実際福島のお米を食べていただいた後に、もともと会津米っていうのブランドがあるんですけども、そういったものをですね、改めて美味しさを再発見しましたといったような、お話も伺っています。で、この先もですね、そういった形で、美味しいお米があるということを、知っていただきたいと思って、これからも何かしらやっていきたいと思います。坂部さん、ありがとうございます。皆さんのお話を伺っててですね、実際に始めるきっかけというのは本当にふとしたきっかけであったこと、そして本当に被災地に実際に行かれて、そこで皆さんが何かやることっていうものを見つけられて、さらにそれをサイクルとして何度も継続していて現在に至っているということが本当に分かってまいりました。今日この本例会はですね、東京から発信する被災地復興への道というテーマでございます。ここにいらっしゃる皆様、都民の多くがですね、今どういうことをしたら被災地のためになるかとか、自分たちは何から始めるべきだろうかということを多く皆さん感じていることだと思います。そのような点からですね、都民などがどんなことをしたらいいか、些細なことでも結構ですので、お話をいただければと存じます。それでは坂田さんからよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。風評被害ももう一つのキーワードなんですけども、風評被害の克服もどんどんそういうような、安井さんの取り組んでらっしゃるようなものをどんどん発信してやっていくことは間違いなく必要だと思うんです。それと同時に、今手をつけられないからといって何もしないということはできない地域が福島県の沿岸部、被災を受けた沿岸部であります。その中で一つのプロジェクトが立ち上がりました。昨年震災活動を通して知り合った被災地沿岸部の原発、福島第一原発から20キロのところにある広野町というところに住んでるおばちゃんなんですけども、その方 NPO を震災前からやられてまして、すごい自分では発想できないことを言ったんですね。この被災を受けた、今も帰れない地域である福島県の浜通りの沿岸部に桜を2万本植えたいって言ったんです。今放射能でみんな避難してて、この先もどうなるかわからない、そんな不安な状況だけど、このままじゃいけないよね。このふるさとにを絶対この30年後50年後につないでいかなきゃいけない、子どもたちになんでかんでやっぱりふるさとに帰ってきてもらわなきゃいけないんだって、そのために桜を2万本植えたいんだと、そんな話をしました。で、その話は共感する人がたくさん出てきまして、私も参画させてもらいました。そこで福島浜街道桜プロジェクトというものが
今年立ち上がりました。この間の3月9日に、今年1600本の、桜の苗木の植樹は終わったところなんですが、このプロジェクトは福島県の、沿岸部の被災を受けた一番南手のいわき市から福島県の沿岸部の一番北手にあたる相馬市新地、国道6号線があるんですけども、そこの総延長193キロに2万本の桜を植えるというプロジェクトです。ここに国交省の方々のご理解ご賛同もいただいて、当面とりあえず1600本の、桜の方を植樹することが終えることができたんですが、先ほど話しました通り2万本の桜を植樹することで、今原発の深刻な、被災地というふうなイメージがあるその街道を桜色の街道に変えていこうと、原発復興のシンボルにしていこうというプロジェクトが立ち上がりました。そのプロジェクトなんですが、ぜひ皆様の多くのお力添えをいただきたいなというふうに思っております。桜の、これから2万本植樹していく際に、オーナー基金という制度を一つプロジェクトとして掲げさせていただきました。内容としては一口1万円で、お手元の方に今日資料も入れさせていただいたんですけども、一口1万円で、桜のオーナーとなっていただく内容です。このオーナーになっていただきますと、メッセージプレートの方に、まあ、何か50文字の120文字の制限はあるんですけども、メッセージをお書きいただいたものを私どもでお預かりいたします。それをこれからその桜を植えていく中で、桜をどの地域に植えていったというものを番号を振っていくんですけども、その桜の番号とメッセージプレートが掲げられている地域を記載したものを会員証と一緒にオーナーになられなっていただけた方にお送りいたします。そうしたことでつながりが出来上がります。その会員になっていただいた皆様に被災地の現状をお伝えしたりであったり、またはその植樹した自分のオーナーになっていただいた桜を実際に見に来ていただいて、コミュニケーションを取っていただく、構築していく、または、福島に足を運んでいただいたことでリアルな福島を感じてまた帰っていただく、一つの風化を抑制する目的も視野に入れております。福島は、原発災害の収束が見えない限りは、この東日本大震災からの収束はなし得ません。これから30年50年の、長きにわたる戦いがあります。絶対に風化させるわけにはいかないんです。ぜひこれまで本当に有形無形さまざまな支えに生かされてきたその証を、これからもそのつながりをどん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 太くして、30年後のふるさとに、30年後の子どもたちに送ってあげたい、そんな思いを込めたプロジェクトですと、壮大なプロジェクトを立ち上げたところではあるんですが、まだ1600本、これからのプロジェクトであります。ぜひ、本日このようなチラシの方も入れさせていただいておりますので、ご賛同いただければと、お願い申し上げます。ありがとうございます。坂田さん、ありがとうございます。本当に壮大で素晴らしいプロジェクト、私もぜひ参加したいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、坂部さん、よろしくお願いいたします。そうですね、これこれから、まあ、皆さんに、お願いしたいことはですね、まあ、風評被害どうして起こっているかっていう話なんですけれども、まあ、原発事故が起きて、まあ、福島第一原発で福島ってついているとということで、福島県の、産地のお米だったりとか野菜は、なんかよくわかんないけど福島のものだから、危ないから買うのをやめとこうっていうのをですね、変えていただいてですね、もうちょっと踏み込んで考えて自分で判断して、いただきたいということなんですね。例えば、原発の近くで取れたものだけども国の基準を、クリアしていると、出荷基準をクリアしているから、食べても、安心だよねっていう方はそれでもいいですし、出荷基準はクリアしているけど放射性物質が検出されているのはちょっと不安だと、その代わり、今回おむすびアートで使ったようなお米で検出されないものだったら、安心だよねって買うのもいいですし、さらに、そうは言ってもやっぱり小さい子もいるから、放射性物質ちょっとでも
検出されないって言ってもやっぱり不安だから買わないってどれでもいいんですけれども、あのよく分かんないから買わないっていうのをやめてですね、ちょっと自分なり の, あの判断基準を持って考えて買うか買わないかっていうのを決めると、そういうのをですね、やっていただければですね、少なくとも風評噂ですね、噂でなんとなく買わないっていう被害は減っていくかなと思いますので、その辺をお願いできればと思います。はい、坂部さんありがとうございます。まあ、噂に流されるのではなくて自分たちの判断基準をぜひ持ってほしいと、そういうお話でした。続きまして東京都を代表しまして、吉澤さん、よろしいでしょうか、お願いいたします。はい、そうですね、東京都からいろいろ支援させていただいているところはあるんですが、一つご紹介をした方がよろしいのかなと思うのがございますので、ですね、今東京都では被災地応援ツアーということで、福島県を旅行に来ていただき、食べたり飲んだり特産品を買っていただくというような場合に、助成をしております。これはまあ、観光の振興、それから地域経済の復興支援をするということを目的にしておりまして、現在旅行会社が企画をしたその旅行につきまして、宿泊の場合が3000円、日帰りで1500円、子ども料金にも適用されるんですけども、都内に在住在勤在学の方を対象にやっております。実績としましては、23年度は、岩手、宮城、福島の3県を対象に5万泊助成をいたしました。24年度は福島県のみを対象に、4万泊日帰りを、1万5000回の助成をしております。25年度も、継続予定を考えております。もともと福島県をはじめ東北3県は良い温泉がたくさんございます。おいしい食材の宝庫でもあります。どうぞ日頃の疲れを癒しにいらしていただければなというふうに思います。東北の方々の温かいおもてなしが待っています。ただですね、旅行だけではないんじゃないのかなというふうにちょっと思うところもあります。できましたらちょっと私のパワーポイントの2ページ目を移していただければと思うんですが、先ほど福島県では農産物等の検査をしているという話が坂部さんからも出ておりましたけれども、ですね、出てきたらご紹介しようと思うんですが、今日ここに福島県の農家で、24年産米について、検査をしている様子の写真を持ってきました。これはベルトコンベア式の検査機の中を一袋ずつ通して確認をしています。ここで先ほどありました食品の基準値を超えたお米はそこで、袋はそこで出荷をしないということでやっています。実はこの検査結果につきましては福島県のホームページでリアルタイムでどなたでも見られるようにしています。3月9日土曜日現在で1022万1105袋を検査をして基準超過したのは71袋、ここまで精度高く発表をしています。これはですね、福島県の生産者流通者 JA から市町村の方、職員の方、県職員の方、相当な努力で、たった1か年の間で取り組んだ成果ということになるかなと思います。これは福島のお米は当たり前に安全で当たり前においしいということを消費者に分かっていただくためということであります。はい、ありがとうございます。それでは、佐世さんよろしいでしょうか。はい、先ほどお話した通りなんですが、僕らは2つのことを今やりたいと思ってまして、1個は石巻で新たなるその産業を作っていきたいって思ってます。でその1個が石巻の今陸上なんですが、加工団地、壊滅的な被害を受けた水産加工団地でですね、3000坪の土地を購入いたしまして、そこで陸上養殖をタコから始めて、枯渇しているウナギとか、そういったことを事業として産学官連動のもとにですね、やっていきたいということを考えています。産業を作り出したい。でもう一つが人を作りをしたいと、世界に通用できるような、ホスピタリティに満ち溢れたような、外食マンをですね、作り出したいということで、今、ホット横丁でですね、大きな研修センターを備えまして、日々ですね、人材育成に取り組んでおります。はい、ありがとうございます。
新たな産業をしてまた地域の経済が良くなってまたそこで働く人が増える、今日も、若い世代の方にも声をかけております。ぜひ、また就職するときとかまた被災地自分たちの出身地にですねぜひ帰れるような世の中になっていけばいいなと私も考え次第です。続きまして安井さんよろしくお願いいたします。はい、東京の方々へのメッセージということでいただいたので、少し語弊があるかもしれないんですが、僕自身も東京生まれ東京育ちでして、東北とはあまり、直接関係がなかったんですが、この度、まあ、陰と縁だと思うんですけども、宮城県の登米市の方で、まあ、行政と協力しながら医療体制を作っていくという、立場に、携わせていただくことになりました。でただですね、その被災の復興ということに関して直接的というところには あまりこだわらなくてもいいんじゃないかと思っておりまして、先ほども申し上げたんですが、その登米市の抱えている医療の問題というのはですね、日本の地方都市どこでも同じような問題を抱えていると思うんですね。で医療に関して言わせていただくと、日本の場合は、まあ、これから間違いなく世界で一番の未曽有の高齢化が来ますし、人口減少が起きますし、それを担う若手世代は減っていきます。で社会保障っていう国のシステムっていうのは、このままでは立ち行かないっていうのは、当然のこと でそれはですね、東京にいる我々にも被災地の方々にも等しく降りかかってくる問題になると思うんですね。でそういう医療だけではなく、その他の分野でももしかしたらその東北が今抱えてらっしゃる問題っていうのはですね、もちろん震災あって震災のことを忘れてはいけないんですが、もともと日本が内在している問題の一部かもしれないと僕は思っておりますので、そういう中でそれぞれの業界でそれぞれの方々が活躍できる場所っていうのはきっとあると思っていて、それは東北との思いを切らなければですね、きっと復興支援ということにつながっていくんではないかと思っております。安井さんありがとうございます。皆様のお話伺っていてですね、本当にきっかけはふとしたことから始まっても、自分たちの、今先ほど、何から始めたらいいかわからないという人がいらっしゃるようにですね、そういう無関心であったり、他人意識、それからそれを我がことと捉えて自分たちの問題なんだというふうにどうやって捉えるかということが本当に重要であって、そしてですね、これをし続けなければならない。でこの中で何から始めればいいのかということも少し本日は触れていただくことができました。そしてこれからも我々は関心を持ち続けるということが本当に重要なんだということを皆様のお話からも感じましたし、そしてこの被災地との絆というものは東京から強く発信していかなければならないというふうに強く感じた次第です。私たち東京青年会議所も先ほどの一番最初の VTR で流したようにですね、この例会が途中でありまして、ご支援活動というのを1年間これからも続けてまいります。そしてパネリストの皆様はこれからも、私たち東京青年会議所とともにまたご協力いただけますようよろしく御礼申し上げます。本日はですね、本当にお忙しい中また遠路から、パネルディスカッションにご参加いただきましてどうもありがとうございました。以上をもちましてパネルディスカッションの方閉会いたします。ありがとうございました。パネリストの皆様ありがとうございました。ここで東京都知事猪瀬直樹様からビデオメッセージを上映いたします。パネリストの皆様もその場でご覧ください。今回猪瀬都知事からは、復興のために都民が何をすべきかという点につき、ぜひとも皆様にお伝えしたいとのことでメッセージを頂戴いたしました。それではステージ正面のスクリーンをご覧ください。あの3月11日の大震災からちょうど2年が経ちました。我々は東京に行って被災地に対して被災地の苦労されている皆さんにやれることはたくさんありますよということを今申し上げたいです。もちろん東京都はすぐに被災地支援に行きました。そしていろんなことをやりました。でもそれを皆さんと一緒に続けることが大事ですから、まずは風評被害というものを、これ本当に無責任だと思いますからね、被災地のそこで生産しているものを買うことですね。僕らが福島のお酒をよく飲むんですよ。福島のお酒も美味しいです。
そして被災地との交流ですね。例えば福島県に一泊旅行に行くとしたら、東京都は3000円補助を出します。あるいは日帰りの人は1500円の補助を出します。まあ、これは旅行会社を通じてできるんですけれどもね。そうするとやっぱり被災地今こんなに苦労してるんだなって分かります。まずそういう気持ちを一つにすることが大事ですね。それからね、ツイッターとかフェイスブックで被災地で情報発信してます、いろんなところ。そしたらリツイートしたりフォローしたり、それから励ましの言葉をかけてあげたり、いろんなことができますから、まずはそういう風評被害のことも言いましたが、コミュニケーションを深めていくことによって被災地の被災者の立場に立ってものを考える。そして実際に今まだできることはたくさんありますよ、そういうことを知ることによって分かってるんですね。それが大事です。3月11日はたった2年前の出来事です。被災地の復興までの道のり長いです。でもできるだけ早くやれることはやりましょう。そして2020年東京オリンピックパラリンピック東京に招致できたら、宮城スタジアムでサッカーやります。そして被災地を聖火ランナーが走ります。そういうことで2020年目指して元気を出しましょう。そして元気を東京から送りましょう。ご公務でお忙しい中、猪瀬都知事からこのようなビデオメッセージをいただきました。それでは理事長の笹島より講師の皆様に御礼申し上げます。はい、講師の皆様、本当にお忙しい中、当青年会議所の主催するこの催しにですね、ご参加を賜りまして誠にありがとうございました。それぞれの分野でご活躍をされます皆様のお話を聞いてまして、私が感じたことは、皆様のですね、まずはこのリーダーシップに敬意を表する次第であります。私も石巻も行きましたし、福島も行きましたし、岩手の方も行きましたし、やっぱり感じていたこと、僕がやらなきゃいけないなと思ったことをですね、皆さんがそれぞれのお立場で実践をされているということをですね、非常に頼もしく、すごいな日本はというふうに本当に思いました。で、私ども青年会議所としてはですね、いろんなつながりをもとに活動しておりますが、とかく東京青年会議所は東京 JC というふうに言うんですけども、ジャパンカップと言われたりとかですね、ジャパンカーニバルと言われたり、お祭り団体かなというふうに思われてたりしたところがあったんですけども、この震災を契機にですね、実は世直し運動をしていたり人づくり運動をしているんだということが社会にやっと浸透してきたかなという感があります。で、私たちとしてはですね、まさにこの東京から発信する被災地復興への道ということで目を打っておりますので、先ほど猪瀬都知事が言われたことまさにその通りだと思うんですけども、何すればいいのかなじゃなくて、きっとですね、お酒飲めない人であれば、何かその東北の食材を買ってみるだとか、旅行で行ってみるとか、積極的な若い人なんかは例えばボランティアに行ってみるとか、やれることって何でもあると思うんですよね。先ほど坂田さんからも桜プロジェクトということで非常に分かりやすいお話もありましたし、我々も皆青年経済人の集まりということで東京青年会議所のメンバー集っておりますので、そういった意味では東北の方に拠点を置いてみるとかですね、佐世社長が言われていたそういう勇気ある行動を我々もしてみたらいいんじゃないかなというふうに感じた次第であります。最後に感じたところ、一番最後にやっぱり思ったのは、結局は人なんだなというところでございます。例えば私と坂田さんの関係であれば、もう携帯電話1本で困ってるからちょっと助けてよと中身聞く前に、はい喜んででございます。これはやっぱり人間関係ができてるからこういうことがやっぱりできるわけであって、やっぱりいろんな意味で、皆さんが困った時には
我々がお助けをする。その代わり逆もしかりでありまして、東京にもし何かあった時には、あの皆さんにお助けをいただきたいなというふうに思っております。今回いただいたご縁をですね、今後も生かしていくように、我々もいろんな意味で、協力をさせていただきたいと思っております。引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございました。それではここで写真撮影を行います。講師の皆様、舞台中央にお集まりください。先ほどお話しいただいた飯田様、ご登壇お願いいたします。ありがとうございます。講師の皆様がご退場されます。皆様、今一度盛大な拍手をお願いいたします。これより元ヒステリックブルーボーカリスト、タマさんに歌っていただきます。タマさんは1999年第50回 NHK 紅白歌合戦に出場されました。最近では被災地に笑顔を広げるための活動、スマイル福島のイベントで歌われるなど、被災地を元気にするための活動をしています。それではタマさん、お願いいたします。皆様、盛大な拍手でお迎えください。Bye.
いたバンドヒステリックブルーというバンドの春スプリング聴いてもらいました。ありがとうございます。本日はですね、東京青年会議所による主催、東京から発信する被災地復興への道、こういったイベントに呼んでいただいてありがとうございます。震災から今日で丸2年経ちますけども、まだ復興は、未だ進んでいないということで、私も、心より一日も早い復興を願っております。それではですね、次の曲なんですけども、次は谷村新司さんの昭和というカバー曲を聴いていただきたいんですけども、時間っていうものは必ず流れていくもので、決して止まることはなくて、今日のこの時間も明日になれば過去になって、そして思い出になっていくわけですけども、次の曲の時はですね、ちょっと時間を巻き戻していただいて、昭和の時代、ふるさとだったり、家族団らんの食事風景だったり、そういうのを思い描いて聴いてもらえればなと思います。それでは聴いてください。昭和。白いハンケチ胸に飾りたい、母と歩いたこの道、桜花びらひとひら落ちた、まばたきの間に時は行く、学びやは朽ちた、I'm not afraid to die.
とうございました。次で最後の曲になるんですけども、最後はスマイル福島の歌を歌いたいと思います。去年じゃない、一昨年の8月、震災のあった年ですね、福島県の須賀川というところでイベントに参加させてもらったんですけども、その時は、福島民放社が主催のイベントだったんですけども、それからですね、岩手、それから宮城に広がりまして、今は福島じゃない、スマイル東北として3県の、プロジェクトになっております。こちらに書いてあります。これ皆さんもらいました、福島民放の新聞なんですけど、詳しいことはこの中に書いてあるので皆さん、読んでいただきたいと思います。それでですね、岩手日報、河北新報、福島民放、この3社が手を取り合ってですね、被災地の皆さんに笑顔を、そして日本中に元気を広げていこうという、そんなプロジェクトになっております。それでは最後に福島、スマイル福島の歌聴いてください。「朝を迎え」
今日は本当にどうもありがとうございました。今歌ったスマイル福島の歌、入り口の方で販売しておりますので、お帰りの際にお立ち寄りください。ありがとうございました。タマさん、ありがとうございました。以上をもちまして、2013年度公益社団法人東京青年会議所3月例会、東京から発信する被災地復興への道を閉会いたします。皆様、お手数ではございますが、お手元のアンケートにご記入いただき、出口で係員にお渡しください。またお帰りの際はお忘れ物がないようご確認ください。皆様、本日はご来場いただき誠にありがとうございました。